ラッピ県は、フィンランドの行政区。フィンランド最北の県で、面積最大の県でもある。県庁所在地はロバニエミ。ロバニエミの、オーロラバルト海北部のボスニア湾に面している。南で北ポフヤンマー県と県境を接する。また、西は、スウェーデンノールボッテン県。北は、ノルウェーフィンマルク県とトロムス県。東は、ロシアムルマンスク州と国境を接している。 1936年にオウル州から分離し、ラッピ州が成立した。第二次世界大戦後、ペツアモト、サルッラ近隣の一部地域がソビエト連邦に割上される。2010年1月1日にラッピ州は他の州と共に廃止され、ラッピ州全域を占めていた、ラッピ県がそのまま最上位の地方行政区分となった。フィンランド最北の県であり、 フィンランド最大の面積を持つ県であるが、居住人口はフィンランド全人口の3.6%に過ぎない。県内の大きな都市は、県庁所在地でもあるロバニエミ、ケミ、トルニオ。2009年の時点で、全人口は183,748人であり、うち97.5%にあたる179,070人が、フィンランド語話者。 0.8%に当たる1473人がサーミゴワ社。0.2%に当たる338人がスウェーデンゴワ社。残り1.5%に当たる2867人が別の言語を母語としている。県内で話されているサーミゴは北部サーミゴ、稲荷サーミゴ、スコルトサーミゴである。ラッピ県は6個の軍を持ち、その下に21の自治体がある。 最北部はサーミ人居住地域でサーミ人組織がラッピ県の行政と並行して存在している。2011年のフィンランド総選挙の結果は以下のようになる。ありがとうございます。